こんにちは。前回投稿したこちらの動画で、視聴者の方々から、いくつか指摘を受けましたので、その指摘ポイントを考慮した上で、どのオプションが人気なのか、再整理してみました。前回の動画ではわからなかった、最新情報も入れ込んでいますので、最後までお楽しみください。今後の有益情報を見逃さないためにも、ぜひ、チャンネル登録もお願いします。それでは行きます。ナウローディング。まず、グレード情報から整理していきます。全グレードの生産台数は、すでに3万台を超えていて、4WD 仕様が変わらず、人気ですね。その中で、G グレードが一番人気であることがわかります。生産が追いついてくれば、人気車種なので、もっと台数が増えていくかもしれませんが、実際のところ、まだまだ時間がかかるようですね。ノートやアリア、サクラ、セレナガソリン車のみなどの車種に関しては、納期が1、3ヶ月程度になってきているようで、生産が安定してきている傾向が伺えますが、どうして、エクストレイルはこんなにも不遇なのでしょうかね。人気仕様の2トーンのボディカラーについては、受注停止状態、お気に入りのカラーオプションがなければ、購入検討してみても良いかもしれません。続いて、本題のオプションを見てみます。まず、ベーシックオプションの一つである、日産コネクトナビの搭載率ですが、77% と非常に高く、多くの方が購入していることがわかります。この日産コネクトナビは、セットオプションになっており、3列シート仕様を除き、アラウンドビューモニター、インテリジェントルームミラー、ETC2.0 ユニットビルトインタイプ、USB 電源ソケットタイプ C、100VAC 電源、SOS コールなどが入っています。残念ながら、HDMI 端子がついていませんが、セット価格は、415,800円です。ほぼ必須オプションと考えると、車両価格に対して、プラス40万円くらいかかると見込んでおくと、より現実的な見積もりとなると思います。その他のナビゲーションでは、HDMI 入力端子がついている機種もありますが、HDMI 入力端子目当てでナビの仕様を変えるのであれば、オトカストと呼ばれる走行中でも YouTube をナビに映せる機器を購入した方が安上がりかも。ミーパーキングさんがすごくわかりやすく解説してくださっているので、ご興味があれば、見てみることをお勧めします。また、通常セットでついてくる 100VAC 電源ですが、100VAC 電源なしのセットも実はあり、装着率を確認してみたところ、意外にも装着率が高くなく、30% でした。G グレードでの装着率が高くなく、X グレードで装着している人が多いようですね。次は、シート仕様について、見てみます。全体仕様として、それぞれのシート仕様の搭載率をまとめるとこのようになります。一番の人気シートは、テイラーフィットでした。搭載率は 37% です。テイラーフィットのコンセプトは、手で触った時に表面が柔らかいと感じられるように、指の指紋の形を参考にして、シート比較に模様をつけているようです。革シートを見るとついつい手で触ってしまいますが、シートを撫でるように触った時に、質感も良いと嬉しいですよね。寒い時、ついつい手を太ももの下に入れ込んでしまいますが、そんな時にも、シート比較の質感の良さを実感できるかもしれませんね。テイラーフィットの質感については、実際にエクストレイルをお持ちの方、コメントください。ちなみに、テイラーフィットは G グレード標準装備なので、お金が追加で発生することはありません。次にナッパレザーですが、搭載率は 20% でした。価格は、15万4000円とやや高めですが、現時点でリセール性が高い車と言われているので、お買い得なオプションなのではないかと感じています。また、関連装備として、X グレードのみ防水シートがオプションにあります。採用率は 15% で、ナッパレザーと同じくらいの搭載率であることがわかります。防水シートは全型エクストレイルでも人気があったため、今回の新型仕様にも採用されているものと思われます。スキーの後や雨の日に重宝しそうですね。価格は、ナッパレザーの半分程度の価格で、7万400円です。ファブリックシートもありますが、全体では 30% ほど占めていました。あまり見かけないですが、意外と装備されているみたいです。S、X グレードが対象で標準仕様のようです。続いて、アダプティブ LED ヘッドライトです。こちらは、30% の搭載率でした。価格は3万3000円で、比較的手の届きやすい価格帯だと思います。個人的には非常に興味のあるオプションですが、対向車にパッシングを受け、結局手動でハイビームの切り替えをしている人も一定数いるようで、
万能ではなさそうですが、停車中や直線の道など、比較的センサー検知しやすい場面では、重宝するかもしれないと思いました。次に、リモコンオートバックドアです。装着率はおよそ 70% でした。価格は、66,000円です。そして、リアフォグ LED ライトは、装着率 54% でした。続いて、ルーフレールですが、採用率は、およそ 50% でした。キャンプやスキーをする方はおすすめですね。ルーフレールをつけると、洗車がしにくくなるので、洗車機を使わずに、自分で洗車する人は、ルーフレールをつけるべきか、購入前にしっかり考えておいた方が良さそう。そして、ルーフレールに関係のある、坊主とガラスルーフの搭載率を同時に見てみます。先日の動画でもお伝えしましたが、年次改定で、ガラスルーフと坊主を分けて注文できるようになりました。年次改定からおよそ3ヶ月ほど経過しましたが、どちらの方が人気オプションであったのか確認してみます。搭載比率は、どちらも 25% 程度であることが分かりました。5人に1人は装備させているということですね。結局どちらが人気だったのかというと、ビビたる差ではあるものの、坊主の方が人気がありますね。ただ、ガラスルーフはロマンがあるので、予算に余裕があれば、ぜひ購入したいところ。ガラスルーフは18万1500円で、ルーフレールもセットでの価格です。坊主級スピーカーは、13万2000円です。といった感じで、エクストレイルに関しては以上です。今後、別の車種についても同様に、詳細をお伝えしていこうと考えていますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまたね。